北大路駅は、京都府京都市北区、小山北和佐町にある、京都市営地下鉄、烏ラ線の駅。駅番号は、K04。島式ホーム一面二線の地下駅。エスカレーターエレベータートイレ完備。改札口は、南北一箇所ずつあり、南改札のみ駅員が配備されている。二番線の側壁の向こうに一本側線があり、分岐する様子は、 駅南側のトンネル内で車窓から眺めることができる。これは開業から1988年の武田車庫開設まで使用されていた車両検査施設の跡である。2019年度の1日平均乗降人員は3万1678人である。各年度の1日平均乗降乗車人員は下表の通り。北王子2と カラスマ2の交差点の地下に位置し、併設されている北大路バスターミナルと地上の北大路タウンが一体となって大型複合施設を構成している。楽北の交通の拠点として日中は多くの利用者で賑わうが、中心市街地のベッドタウンとして完成な住宅街が近接している。駅及びこれらの施設が立地しているのは京都市電、カラスマ車庫の跡地で、 市電が運行されていた当時は、カラスマ車庫前停留場があった。カラスマ2、北王子2に沿って商店街がある。北王子駅の一つ上の地下街に存在する、京都市営バス有数のバスターミナル。京都産業大学、上鴨神社、金閣寺、修学院、高野方面など落北への観光地方面へのバスが発着する。過去には、 地上1階にバスターミナルが存在したが、1995年に北王子タウンが竣工し地下化された。現在は、校舎ホームが1つと、乗車ホームが2つに分かれている。両ホームの間の乗り換えは、一層下の通路を使う。一時期、京都バスの岩倉、大原方面への路線も発着していたが、国際会館駅発着に再編される形で、廃止され、現在は、 日中以降の静止線が乗り入れている。北大路バスターミナルも参照。他にも、カラスマ北大路交差点東側と南側に、市営バスと京都バスのカラスマ北大路バス停がある。東側は、市営バス及び、出町柳駅発着の京都バスの便が停車する。南側は、市営バス37系統が停車する。ありがとうございます。